五等分の花嫁新作発表時の一般人とオタクの違い。一般人の場合、何五等分の花嫁なそれ。オタクの場合、五等分の花嫁新作決定、うわめっちゃ嬉しいわ、楽しみだな。金色の場合、っていうかな、この作品がもう終わっちゃうんだろうなって思ってたから、いやー嬉しいよな、マジでマジで嬉しいわ。